はい、こんにちは。神奈川県横浜市の警備会社、株式会社イージスです。今日はね、土曜日なんですけれども、まぁ、ちょっとね、用事があって会社で仕事をしてきました。まぁ、今ね、その帰り道なんですけれども、石破政権が誕生して、その後ね、すぐ解散総選挙ということで、今月ね、10月の後半ですか、衆議院選挙開かれます。なんか石破政権誕生したばっかりでね、支持率が出たみたいなんですけど、 50% ぐらいだったみたいですね。だいたい新政権ができて最初の支持率っていうのは、ご祝儀みたいなところもあって 70% とか 80% いくらしいんですけど、なんと 50% っていうね。まあそれはそうですよね。今のね、この日本の状況を作ってるのは与党の自民党なんですけど、もうやってることむちゃくちゃじゃないですか。経済もガタガタですし、日本のね、伝統文化や大事なものがね、破壊されつつあります。まあここ数年来ね、日本人の人口がもう本当に激減しているという状況で、その状況すらも自民党は発表しないですからね。本当に恐ろしい数字になってるのに、なんでニュースにも流さないんですかっていう話ですよ。国会で議論されるべきものなのに議論もされない。まあ日本のね、人口がどん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 減って、移民をどん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 増やすことをね、望んでるんでしょうね。今度のね、選挙の中で移民政策反対を明確に訴えてる党っていうのは一つしかありません。賛成党なんですけれども、あんまりテレビなんかで取り上げられないんで、まあ、知らない人がほとんどなのかもしれないですね。2022年の参議院選挙で躍進してきた堂々たる国政政党なんですけれども、国会議員はね、まだ神谷総平さん一人のみです。他の政党じゃどうかというと、本来保守であった自民党がもう完全にリベラル化して、今やね、移民受け入れ大賛成みたいな、そんな感じになり果ててて、他の党ももう全部そうです。立民にしても、公明党にしても、共産党にしても、ヨーロッパとかアメリカでも移民ガンガン受け入れて失敗してるんですよ。もうその国の文化がどんどん破壊されていく、そういったことが起こってるのに、日本これから移民をどんどん受け入れる。岸田前首相なんかは、留学生は日本の宝だとか言って、もう狂気の沙汰ですよ。まあそのね、移民がどれだけ良くないかっていうのは、埼玉県のクルド人問題だとか、死亡事故が起きて中国人が加害者だったりする、東京大学なんかでは中国人学生の比率が増えてきてるみたいです。しかもその中国人学生は日本政府から日本人以上の厚遇を受けて学校に通って学位を得るわけです。入学の基準なんかも日本人よりだいぶ低いみたいですけどね。日本の最高学府と言われる東京大学にどんどん中国人が入ってきて、そしてそこの教授になったりもするわけですよね。そしたら当然その教授はね、反日的なことを学生たちに教えるようになるわけですよ。そしたらね、またさらに反日的な思想の学生が出てきて、でその学生たちが学校を卒業して政治家や官僚になったりする。これね、第二次世界大戦後に起こったことまさに同じなんですよ。戦犯になってね、巣鴨プリズンから出てきた人たちというのは、まあある意味魂を売った人たちで、反日思想の人たちなんですよ。でその人たちが教授になったり、学校の先生になったり、 GHQ が作った教育委員会に入ったりして、子供たち学生たちに反日思想を植え込むということが今まさに東大でまた行われていると。つまりね、本当に武器を使わない侵略がどんどん進んでいます。このまま行くと当然日本は植民地、ウイグルやチベットみたいになってしまいます。そうならないためにも本当に移民っていうのは危険なんで、それに対してはもうはっきりとノーと言わなければいけない。こんなことを言うとね、排外主義だとか極右思想だとか言われるんですけれども、事実海外を見ればもう本当に国がめちゃくちゃになってきてる歴史ばっかりなんですよ。でその移民反対ということをはっきりと言ってるのは賛成党のみです。今回ね、僕が住んでる選挙区では賛成党の人いないんで、入れる人いないかもしれないんですけど、比例の方ではね、賛成党の方誰か出るかもしれないんで、あとね、神奈川でもしかしたら前回の都知事選挙で出た宇都宮悟さんなんかももしかしたら出るんじゃないかというふうに言われてるんで、宇都宮さん出たらね、宇都宮さん応援しようかなと思ってるんですけど、今回の衆議院選挙で今まであぐらをかいてふんぞり返っていった自民党がもう危ないんだぞと、国民の支持を得られてないんだぞということが分かる選挙になることをまず望むし、ただね、それに変わると、自民党に変わる党が立憲民主だとか公明党になったらまたさらにひどいことになるわけなんですけど、本当にその賛成党が躍進してくれること、今はそれが最良の選択だと私は思います。